6日の静岡県内の新型コロナウイルス新規感染者は135人でした減少傾向が続いていますが1人が死亡しクラスターの発生も続いています新規感染者は135人で先週の月曜と比べると100人余り減り先月10日以来およそ1ヶ月ぶりに200人を下回りました自治体別では 最も多い静岡市が30人次いで浜松市が17人島田市が12人焼津市が10人富士市と菊川市県外在住がそれぞれ9人などとなっています一方入院中だった患者1人の死亡が確認されました県内の死者ははこれで人でで、人す。新たなクラスターは1件で 沼津市の事業所でこれまでに従業員5人の陽性が判明しました県内では1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は67.6人となっています8月下旬は連日100人を超えていましたが9月に入り減少が続いていますただ依然としてステージ4の目安となる25人を大きく上回っています また病床使用率は西部が58.9%、中部が66.2%、東部が57.1%、県全体では60.8%です。重症者用は46%とステージ4の目安の50%以上を下回りました。ワクチン接種は 一回目を終えた人の割合がすべての年代で50.21％と半数を超えました。二回目を完了した割合は39.18％となっています。